高価の質屋春町質店の質問からです。昨日は、カイロプラティックオフィス天神の、内村、大輝院長に、突撃骨盤矯正ということで、ご来店いただきまして、ほんの短い、そんな長い時間じゃないんですよ。ちょっと触ってもいただいただけで、私実は昨日左肩が痛かったんですけど、もう治りまして、で今日なんかはすごく体が軽いんですよ。ゴッドハンドでしたね。坂井君が今度おるとき来てもらおうね。今度のときはね、もうでね、今村君ってさ、椅子座ったときって足くんどの嫉妬足見なかった、あの人足くんどのよ。でね、私ね、足くむのっていうのはね、要はそっち、そこが歪む原因になるって、で同じところでこうくんどっちゃうね。ただね、それを何も言いじゃなかったのに、座ってるときよく足くんでるでしょって言いちゃったよ。ちゃんと言い当てにしちゃったよ。だけど分かっ、ほら、だけどそこが、だけどもっと歪むから、うんぬんっていうことで、今は腰とか痛くないかもしれませんけど、腰痛くなったりしますよって言ってから、今ちょっと。やっぱさすがやねと思って。で、私は左肩が下がっとらしいったよね。まっすぐしてくださいって言ったら左肩が下がっとで、要は、なんかそういう発動法とかなんとかがこう下がったりとかなんかするらしいった。で、これがやっぱ歪みの原因になるけどね。で、こう、まっすぐ取ってこう、記念写真っていうかこう証明写真とか撮るときあるやない。だから写真屋さんに撮ってもらったとき、もう少し左肩上げて顔をこうしてとかで、要するに自分はまっすぐ立っとつもりが曲がっとった、ということで、たまにそうやって見てもらったら自分の癖がわかるけんね。だからで姿勢が悪いとね、ただその骨格だけのことじゃなくて、今度は内臓に影響がってくるわけよ。それだけだけ姿勢よくご飯食べるとかなんか、だけ消化とかにも悪くなるわけだ。消化吸収が悪くなったら当然いろんなことに悪くなっていくよね。血行も悪くなるわけやけ、ということで骨盤がどげんかあるとやったら骨盤矯正してもらったら何て言ったらいいとかやな、悪くなっていくじゃなくって、悪くなる前に自分をケアを知っておけばひどくならんってね、っていうので、そういう意味でもあると思いますよ。ということで、このお写真は本人今ちょっとふっくらしてらっしゃいます。私と一緒で、これ動画の編集って実は結構時間かかるんですよ。それでそういうことにかなり夜時間を取られてらっしゃるらしく、時間をかなり取られてらっしゃるらしくて、ちょっと自分のちょっと引き締めるのにちょっと時間が取れない状況らしいです。で、実は私もこの半年ほどですね、フィットネスクラブにきちんと通うという時間が取れてないので、ちょっと多分3月とか4月とか夏に比べると今私は自分で顔写真撮ってますので、顔はシャープじゃないくなってるのがよくわかる。でもあんまり女性がそのなんかね、あんまりこうギスギスしてるのあれなんで、この顔の感じをキープしつつ、腹筋にプチこう腹筋少しずつと割れてる状況をキープするということで、昨日本当に内村院長ありがとうございました。おかげさまで今日は体が軽いです。ありがとうございます。ますます元気になりました。ということで、今日も一日よろしくお願いいたします。展示に寄った際は行くときにはぜひ寄らせていただきたいと思います。予約入れてお願いすることもあると思いますので、内村院長よろしくお願いいたします。昨日はどうもありがとうございました。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。